狐のような太くて長い尻尾に細長く奇怪な指、口元はネズミのようで大きな耳と鋭い眼光はとても猿のものとは思えません。日本でも人気のあの童謡から想像される姿からはほど遠いこの猿、名前をアイアイと言います。アイアイ科に分類される猿はアイアイだけで、このように一つの科に一種しか分類されないのはアイアイの場合のみです。これだけでもいかにアイアイが独自の道を歩んできたかがよくわかります。アイアイはマダガスカル東部、北部、西部の熱帯雨林などに生息します。樹上性が強く、多くの時間を木の上で過ごします。体長は35から45センチメートル、体重は 1.5 から 2.6 キログラム、尻尾の長さは約40センチメートルで、オスとメスの間に外見上の違いはほとんどありません。アイアイは基本的に単独で行動しますが、オス同士もしくはオスとメスで行動することもあります。メス同士で行動することはありません。出産は数年に一度行われ、約140グラムの赤ちゃんが1頭生まれます。赤ちゃんは母親に世話され、2年から3年かけて大人に成長していきます。アイアイは昆虫や幼虫、種子、樹液などを食べます。彼らの奇妙な姿はこの食性と関係しています。ではアイアイが幼虫を捕食する様子を見てみましょう。アイアイはまず指の中でも特に細長い中指を使って木の表面や果実を叩きます。そして獲物の音を大きな耳でキャッチすると、ネズミのような前歯で皮を剥いでいきます。ちなみにこの前歯は生涯生え続けます。この特徴のためにかつて彼らはネズミの仲間とされていたこともありました。皮を剥ぎ終わると再び細長い中指の出番です。アイアイは中指を穴の中に突っ込み、中にいる幼虫をかき出して食べます。まるでキツツキのような方法でアイアイは餌を捕食します。アイアイのそのユニークすぎる容姿は、このような餌の捕食の仕方に理由があるのでした。しかしアイアイは食性によって獲得されたその容姿のために、現地の人々からは悪魔の使いとして恐れられています。このような迷信がある地域では、アイアイは見つかると同時に殺されてしまうそうです。またアイアイはプランテーションを荒らす害獣として殺されることもあります。これらに加え、森林破壊による生息地の減少がアイアイの脅威となっており、現在 IUCN のレッドリストにおいてアイアイは絶滅危惧種に指定されてしまっています。そんなアイアイには日本の動物園でも会うことができます。日本では東京にある上野動物園がアイアイを飼育展示しています。童謡のおかげで日本人には馴染みのあるアイアイですが、彼らの姿を見たことがある人は多くないのではないでしょうか。東京に行った際にはぜひアイアイに会いに行ってみてください。さて、世界一ユニークな霊長類アイアイはいかがでしたか？
彼らの詳しい生態は概要欄に載せておきますので、こちらもぜひご覧ください。それでは次の猿まで、さようなら。